赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、天髪、やっていきます。 GO！続きからロード完了。前回は七崎さんに覗きのシーン見られたんですよね。確かあれ痛かったっすね。覗きのシーン見られたの。あま、七崎さんの好感度がだいぶ下がってきている。七崎さんとうまくやっていけるかな。俺は、あ、七崎さんでもこういううまくいかない恋愛の方がちょっと頑張りたくなるよな。お、強制イベント始まった。本日の強制イベント、ふわーふわー、うん、エックス、うう、冷え込むな。なんだかこのここのところめっきり寒くなってきた気がするよ。とはいえこれから真冬に向けてまだまだ寒くなっていくんだよな。朝が辛い季節か。そうっすね、今現実世界でも11月17日なんですけど、ちゃんと寒くなってきた時期っすね。同じような時期でも中には元気な声の人もいるんだよな。例えばあそこの、ということなんです。奈良崎さん、奈良崎だ。なるほどね。塚原、それで今日の練習なんですが、どういうメニューがいいでしょうか。声が可愛いよ、奈良崎さんは。可愛い声しとるわ。あれ、もしかしてこの声は奈良崎と、あの先輩の横にいる人と一緒にいるのは奈良崎じゃないか。なんだか意外な組み合わせだけど、あの二人って知り合いだったのか。なるほど、ではそうしてみます。あのなんだっけ、あの超可愛い先輩、なんとか先輩の隣にいる人、この人は。ええ、大変だとは思うけどいい結果につながると思うよ。あー、なんか部活の話してんのかな。はい、ありがとうございます。そう、森島先輩だ。森島先輩の隣にいる人。はい、ありがとうございます。期待してるわよ、塚原先輩。わー、朝から七崎ちゃんの顔が見れましたね。それにしても1年生であの塚原先輩と知り合いになれるなんて、はあ、僕も部活に入っていたら素敵な女性の先輩と巡り会えたりしたのかな。なんだか少し羨ましいな。金魚のふんふんひどすぎるでしょ、塚原先輩のこと。あー、七崎ルート1個目選べん。誰言っとく。七崎選べないんか。あやつりさん言っとくか。いっとくか。これはね、俺が気に入った女の子のルートを開拓していくやつです。なんだか喉が渇いてきたな。よし、自販機に飲み物を買いに行くか。てんてんてん、コーン、ブッ、いたたた、一体誰だよ。空き缶、誰だよこんなもの投げるなんて。あれ、あやつりさんだ。あやつりさん、どうも。どうも、あやつりさん、おはこんばんにはお父ちゃんです。本日もやっていきましょう、甘髪。飲み物でも買って買おうと思ってきたんだけど。あ、そうなんだ。そうしたら誰かが空き缶を投げ捨てたみたいで頭に当たって、もしかしてあやつりさんがやった。大丈夫、あやつりさん、空き缶投げて俺の頭に当てた。中身は入ってなかったから大丈夫。もしかしてあやつりさん俺に当てたよね。でもひどいよね、空き缶を投げるなんて。もしかしてそれ罪の意識があるからなんかそういう表情になってる。投げたのあやつりさんでしょ、もしかして。そうね、絶対そうでしょ、この感じ。この感じ絶対あやつりさんじゃん。俺の頭に空き缶当てたの。あやつりさんどうしたの。あなたってちょっと不思議な人。いや、俺じゃなくてあやつりさんな。おかしいのはあやつりさんだよ。だって投げた人じゃなくてその行為に対して怒ってるんだもん。いや、お前に言ってるんだよ。だってそれが当たり前でしょ。当たったのは僕の運が悪かっただけだし、学校ではな、ちょっと優等生ぶってちょっと裏では空き缶とか投げ捨てたりして俺の頭に当てたりして、そういう一面があるのね、あやつりさん。何笑っとんねん。
そっか。ああ、そうだ。私頼まれ事があったんだ。あ、逃げる気だこいつ。え、あ、そうなんだ。綾鶴さん逃げるの？話の途中でごめんね。いいよ、それじゃあまた。絶対綾鶴。え、お大事にって言った？絶対そうじゃん。これガチじゃん。ガチで綾鶴さんが俺に投げてきたでしょ。もし女の子に当たっていたりしたら大変なことになってたぞ。綾鶴さんそんな一面あんの？頭に空き缶当てられたんだけど。マジか。綾鶴さんのダークな一面を見てしまったな。ガチっぽいな。ガチで俺に当ててきたっぽい。綾鶴さんガチっぽかったな。ガチっぽかった。桜井里穂子。まあいいや、綾鶴さんがちょっと気になる。私気になります。本当はな、七崎行きたいんだけど、七崎さん今日はちょっと選べないみたいなんで。あー、森島先輩なー。まあ言っとくか、森島先輩。俺あんまり森島先輩に魅力は感じないんだよな、あんまり。結構向こうから絡んでくるから、なんて言うんだろう、カエル化現象というか、割と向こうから来るんだよなこの人。だからちょっと行けそうな感じがして行く気なくしちゃった。3年生用のトイレを使うのはちょっと気が進まないけど、今はそんなことを言っている場合じゃない。一番近いトイレに駆け込むんだ。てんてんてん。危ないところだった。空を見上げて。実験室でアンモニアの匂いを嗅いだせいか、急に来てびっくりしたよ。う、あれ、ハンカチがないぞ。参ったの、落としたかな。まずい、今日に限ってミアのハンカチを勝手に借りてきたのに。なくしたら大変だ。探さないと。あ、え、森島先輩。何してるの？あ、森島先輩、実はハンカチを探してて。もしかして森島先輩。よりにもよって森島先輩にダックスフンドのダックンハンカチを拾われてしまうなんて。マジで拾われてたんだけど。あ、いえ、それです。やっぱりなんかこの人は、この子はね、学年一の美人みたいな感じで、クリスマスのミスコンテストで2連覇してるらしい。森島先輩に見られるだなんて、なんだって今日に限ってハンカチを。すっごくいい趣味してるね。バカにしてんのかお前。はい、おっしゃる通り。え、バカにしてんのか。私も大好きなんだ、ダックン。好きなの？かわいいよね。かわいい。え、あ、はい。まさかの共通の話題ができた。持ってなかったな。珍しいよね。そうですね。まさかの共通の話題でくさ。このまん丸お目目が可愛いな。いや、なんかほっといても森島先輩とうまくいくんだよな。あれ、違う？こういう簡単にいける女って攻略しようって気にならないですよね。男の子でこういう動物グッズ好きな人って初めてかも。初めてか。そうですね、あまりいないかも。もしかして君は本物の動物も好きなのかな。ああ、俺動物好き。猫と犬だったら俺は猫が好きです。まあ犬も好きだけど、どちらかというと猫派。どっちも大好きだけどね。動物好きなんだ、俺と一緒っすね。あ、思わず好きと言ってしまった。みんな可愛いもんね。可愛いよね。犬とか猫ですか？ん？あとはね、お馬さんとか、お猿さんとかも好きかな。最近は子豚ちゃんとかもいいな。なんで馬と猿はさん付けなのに子豚だけちゃん付けなんだろうな。不思議な感性だ。へえ、本当に好きなんですね。もちろん。だって私。だけ。ああ、うん。とにかく動物大好きなんだ。動物好きってことは泣いたらいい。ブヒー！これで好きになってくれますか？ごめんごめんごめん。悪ふざけが過ぎた。動物になったら森島先輩に好きになってもらえるかなと思って。あは、僕も嬉しいです。ね、はい、何ですか先輩？お互いダックン好きってのは秘密ね。秘密。二人だけの秘密？だって。二人だけの秘密。響ちゃんにからかわれちゃう。あら、これ秘密を共有することによって仲が深まっていくやつですね。うん、なんか森島先輩といい感じだな。いい感じで進んでいく。ははは、森島先輩も塚原先輩にはかなわないんですね。いい感じだな。そんなことない。今に見てなさいよ、もう。うん。え？
あれ言っちゃった。恥ずかしかったのかな。森島先輩って面白い人だな。あれめっちゃいい感じだ、森島先輩と。ミヤとダックンに感謝だな。森島先輩とうまくいきそうだわ。俺七咲がいいんだけど。お、強制イベント来た。強制イベント。昨日の夜変な体勢でゲームしてたせいかな。今日はやけに肩が凝ってるぞ。いや、単に今の授業が苦手科目だったからかもしれないな。おい、そこのぼーっとしてるやつ。なんだこの声。いい、誰？確か。誰この人？どこへ行ったっけ？ちょっと付き合え。え、誰？どちら様ですか？あんまり。誰この人たち？桜井里穂子。誰ですか？桜井里穂子ってどう見ても違うじゃないですか。あ、もしかして知り合いですか？それならそうと。シャラップ。ああ、普段から英語使ってくる系の女子だ。男のくせに細かいことをブチブチと。なんだこいつ。うるさいやつめ。なんだこいつら、ムカつくな。ムカつくやつらだな。うるさいやつめとか言われたんだけど。いいから、付き合うのか付き合わないのか。うわ、お願いしてくる立場のくせに。なんだその態度。なんだその態度。いきなりそんなこと言われても。まあやってあげるけど、ついていてあげるけど。おお、物分かりがいいね。殺すか、殺したろか。さすがリホッチには見る目がある。何言ってんの。ああ、初めてだっけ。私は茶道部部長、柚木瑠璃子だ。ひばまなか、ザ副部長。うわー、なんだこいつ、キャラ濃い。そういうこと。茶道部のメンバーか。リホコからいろいろ聞いてはいたけど。ん、待てよ、この時期だと部長の引き継ぎは終わってるはずだから同級生か。でも2年で教室で見かけた覚えもないしな。何ぼーっとしてるの。ケツに割り箸突っ込んだのかな、俺みたいにしたのか。3の A だよ。それが何か。え、3年生。うん、ああ、この時期だと普通は部長を引き継いでるもんね。俺が居酒屋でケツの穴に割り箸ぶっ込まれたみたいに、お前らにもあの恐怖味わわせたのか。そうなんですか。で、話が横道にそれちゃったけど。何に付き合えばいいんですか。うん、ちょっとこれ運ぶの手伝って。バシリ、嘘だろこれって。何、はんぺんか何かに見える。いや、こたつでしょ。こたつの天板に見えます。せ、案外重たいんだよね。荷物持ちですか。もう疲れた。嘘だろ。茶道部室までだからさ、頼むよ。初対面のさ、男に急に他にも持ってくる。急にこんなことお願いしてくんの、ふざけたやつらだ。仕方ない、茶道部室まで運ぼう。なんてやつらだ。初対面ですけど。そこに置いてくれ。そう、よっと、まあ、持ってってやるけど。ご苦労さん。おつぽーん、ま、お茶でも出すからさ、ちょっと待っててくれ。お、茶道部ならではのお茶を出すというおもてなし。麦茶に作法なんかあるのか。初耳だ。鬱陶しい、なんか答え方が鬱陶しいわ。茶道部だからてっきりそりゃそういうお茶が出てくると思うだろ。なん、麦茶って。さすがに昼休みからお茶を立てたりはしないよ。腹立つな、なんか。まあこの後の世界史の授業に出るくらいならお茶してたいってのはあるけどね。ま、腹立つわ。あ、そういえばなんで初対面なのに僕がマガイだって分かったんですか。マガイ。リホッチがあんたの話ばかりするのよ。リホコ俺のこと好きなんか、あいつ。耳にタコ。あの子が入部して1年ちょっと。あんたの話を聞かない日の方が少ないね。それマジか。リホコめっちゃ俺のこと好きじゃん。マジか。リホコ。あれだけ聞かされてれば。あ、こいつがリホッチの言ってたやつかって。ガチか。リホコ俺のこと好きじゃん。どんな風に言われてたんだろう、気になるな。リホコはすでに俺に落ちてんのか。攻略しがいのあるキャラではないな、リホコ。どうした。いや、立派な教室、あ、立派な部室だなと思って。何、どこが。
こたつもそうですけど、冷蔵庫まで、これってひょっとして、まさか盗んできたんですか？お、わかるかい？ガチ？ほんまに盗んできたんか？我々は一部階級のみが快適な環境を得ていることについて警鐘を鳴らすべく正義の名のもとに行動しているのだ。ゴエモン的な感じか。石川ゴエモンもお金持ちから大事なものを盗んで貧乏な人たちにそれを配ってたもんな。冗談だよ。つまり石川ゴエモン、体育教官室から古いこたつをもらってきたんだ。幻影旅団、代わりの品も置いてきた。なんだ、冗談か。びっくりした。トレードってやつだな。適材適所。ああ。ここはこいつら終わってるな。なんかやたら寒いんだよ、うん、まったく。はい、麦茶。あ、麦茶ありがとうございます。ちなみに冷蔵庫は先々代の戦利品だよ。それにしても初対面の人間の頼みを聞くだなんて、まあ、あんたも人がいいね。女の子には媚び売っとかないとな。まあ、どういうつながりで七咲につながるかわからんから、媚び売っとかないと。いろんな人に七咲にいつかいい風につながるかもしれんかもしれないから。大丈夫、いろいろポカはやるけど愛嬌があるからなんか許せちゃうんだよな。茶道部って大変なんだな。リホコは得してるな。この強制イベントは一体。あ、リホコ。明日の昼休み集合だったか明後日だったか。あら、かわいいな。なんで茶道部室に。リホコのスタイルってなんか男が大好きなスタイルだよな。とりあえず落ち着きな。ちょっとポチャっとした感じかといって太っているわけではないこの感じ。涼子の体は男が好む体だわ。人手は足りたから大丈夫だ。うん、問題ない。はあ、あなたが手伝ってくれたの。かわいいな、成り行きだけどね。キャレットキャレット。先輩、この人を目を。あ、コメント欄にも涼子がいる。喜んでる。一筆ありがとうございます。おいおい、いきなり何を。似た者同士。大丈夫。あんたよりは役に立ったよ。こいつは手伝わせておいて、なんか偉そうだな。ムカつくな。戦利品。なんか。すっごい。ムカムカするわ、こいつらと喋ってると。先輩、入ってみてもいいですか？おこた、こたつのことおこたっていうの可愛いな。やったー。やったー。やったね。あ、金になっちゃった。時間切れ。はい、残念賞。続きは部活でね。続きは部活でね。やれやれ、それじゃ僕は戻ります。やれ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 系主人公。私も一緒に戻ります。おう、お疲れさん。またなんかリホコ可愛く見えてきたな。あー、ちょっと待った。なんかリホコいいかもしれんな。今日は助かったよ。よかったら、この黒い制服着た歪んだ奴ら見てると、リホコが可愛く見えてくる。こいつらひねくれたことしか言わんから、なんか、まっすぐなリホコが可愛く見えてくる。じゃ、そういうこと。リホコ、お前可愛いよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。リホコ。また遊びに来てよね。お前はまっすぐでいいよな、素直に気持ちを伝えてきてくれて。うわ、リホコはええ子や。なんだか先輩たちも見た目に反して話しやすいし。そうかな。下心出てる。まあ俺は自分の気持ち、そしてチンコが赴くままに行動しますよ。お、新しいイベント来た。さて今日は何を食べようかな。やっぱりラーメンかな。それとも日替わりにするか。この声は？悩ましい問題だ。なんか初めて聞く声っすね。誰だこいつ。さてどうするか。財布の中身はっと。あれ、ないないぞ、財布がない。まずい、どこかで落としたか。どこだ。ここにはないな。あ、ASMR ちょっといい声が聞こえた。おい、主人公、音に気づけ。呼ばれてるぞ。どこだ、どこに落とした。ない、どこにもない。なんてことだ、どうしたらいいんだ。あー、 ASMR だ。この吐息の音いいっすね。息切れの音。
いや、教室を出るときには持っていたしな。気づいてくれ、早く。仕方ない。職員室に行ってみるか。すみません。声かわいすぎん、この子。誰？あら、誰ですか？なんかかわいい子来たんだけど。あ、僕の財布。どうぞ。あ、ありがとう。なんかかわいい子来たな。あ、すごく助かったよ。今日はご飯抜きかと思ってたから。中身抜かれてる財布。なに、こんな子が盗むわけないでしょ。僕は2年 A 組の間貝喜一。名前は1年。何言ってるかわかんねえ。腹から声出せ。何言ってるかわからん。ごめんなさい。ほっぺた真っ赤なんだけど、もしかして俺のこと好き？この子も。もしかしてこの子も俺のこと好きなんか。困っちゃうな、こんなに選択肢があると。言っちゃったよ。ちゃんと俺も言えてないのに、名前なんて言うんだろう。1年生って言ってたよな。後でミアのところにでも行ってみるか。てんてんてん。確かミアのクラスは1年 B 組だったよな。ミアはっと。あれ、あ、ミアだ。おう、ミア、ちょうどよかったよ。どうしたの？ミアに用事？かわいい、こいついつでもかわいいな。自分のことミアっていうのかわいい。あ、うん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なになに？かわいいな、ミア。あのさ、1年生の中にこう髪の毛を2つに縛ってる子いないか？それ、ツインテール。ツインテールの女の子、おらんか？何言ってるの、お兄ちゃん。そんな子はいっぱいいるよ。確かに、それめちゃくちゃいるだろうな、ツインテールの子ぐらい。あ、あとちょっと気が小さそうで。他には？なんとなく小動物っぽい感じで、可愛らしくて。他には？小柄なんだけど、なんていうのか。もしかして、出るとこ出るとこ出てる。おっぱいでかいのか。その感じでおっぱいでかいのやばいな。そうなんだよ、参っちゃうよな。主人公どこ見てんの。ボンキュッポーンっていうのかな。漫画とかアニメに出そうな感じなんだよ。あー、わかった。マジか、そんなとこ見てたんか。お前、俺気づかんかったぞ、おっぱいのでかさとか。さっき財布拾ってもらったんだよ、ちゃんとお礼を言いたくてな。なるほど、お兄ちゃんにしてはまともな理由だ。何がお兄ちゃんにしてはだ。にしして笑うのかわいすぎ。さえちゃん、え、さえちゃん、ちょっと待って、まさか近くにいるのか。うわー、いた。こんな近くにいたの。みやちゃん、友達ですか。まさかお知り合いでしたか。うんうん、大丈夫大丈夫、お兄ちゃんと話してたから。この子ちょっとかわいいな。お兄ちゃん、さやちゃんっていうのか。あ、ああ、えへん、この子は中田さえ。お友達だよ、中田さえ。こんにちは。めちゃくちゃ可愛くね。やば、こんにちは。紹介するね、さえちゃん。このちょっとスケベでだいぶ間抜けな感じの人が。あれ、なんか可愛い子出てきたな。え、ミア、何言ってるんだよ。何よ、出るとこ出てるとか。やめろ、そのお前、さやちゃんの前でそれ言うな、バカ。性的な目で見てることバレるだろ、やめろって。悔しいけどナイスバディだもんね。ミアもあやかれるように。ドキドキ触らせてもらってる、羨ましい。さ、触らせてもらう。ほら、顔がスケベになってる。あ、いや、そのごめんね、ごめん、性的な目で見ちゃって。お兄ちゃんだけどよろしくね。お兄ちゃん、さえちゃんは転入してきたばかりの。転入してきたんか。だから優しくしてあげてね。うん、オッケー。よろしくお願いします。めちゃくちゃ可愛いんだけど。何これ、こちらこそよろしくお願いします。まるで付き合ってくださいって言って、はい、わかりましたの時のよろしくお願いしますだったな。今のよろしくお願いしますの言い方は可愛すぎるんだけど。あ、財布拾ってくれて本当にありがとう。いい、おっぱいもでかいんか。しかもこうして中田さえちゃんと知り合った。それにしてももう少しまともな紹介してくれよ。
おお、なるほどな、なるほどね。あれ、また強制イベント来た。あ、違うか、強制イベント、びっくりマークびっくりマーク、また強制イベントだ。なんか今日多いな。あれ、俺の嫌いな棚町じゃん。なんやお前、また俺に言おうか。ねえねえ、ちょっと付き合いなさいよ。なに、なんでいきなり。いいからいいから。うん、いや、よくないだろ。ごちゃごちゃうっさいわね。あんたは校内の男子代表に選ばれたのよ。分かったら黙ってついてきなさい。こいつさ、簡単に体触ってきたり耳噛んできたり、なんか簡単にすぐ人を好きにさせちゃうようなことするから嫌い。ほら、お前みたいな女の子がな、男を傷つけるんだよ。分かるか。ああ、分かった分かったから、そんなに引っ張んなって。お前みたいな女が男を傷つける。お前今までどれだけの数の男を傷つけてきた。私たちのクラスメートのとこよ。クラスメートなら教室で話せばいいじゃないか。そうもいかないのよ。一体何だって言うんだ。ほら、いたわよ。え、クラスメートって田中さん。ささ誰そっか、確か田中さんと香織ってすごく仲がいいんだよな。ごめんケイコ、お待たせ。誰だこいつ。いいよ、そんなに待ってないから。可愛い声してる。聞いたことのある声だな。歩いてるから。誰かボンクラだよ。全校の男子代表がよ。何言ってんの。あなたも大変だね。あれ、なんか可愛い子出てきたな。また可愛い子出てきたんだけど。田中さんもね。そんな世間話どうでもいいのよ。ケイコ、早く本題を言いなさい。告白か、まさか。はい。あ、はい。返事ははっきりと。こらこら、脅すなよ。ね、大丈夫だから。なんか可愛い子出てきたな、また。私は途中まで聞いてるからいいけど、このボンクラちゃんのために最初から話してあげてくれる？お、こいつもボンクラって言ってきたんだけど。妹にも言われたし、よくわからないけどお願いするよ。私ね、うん、クラスにある男の子に告白どうしたん？話聞こか。そんなことがあったんか。どうしたん？話聞こか。ボロン。え、あ、そういう話なんだ。いいよ、続けて。告白されたんね。あ、告白したのね。それで、私その人に返事は少し待ってくれって言われたから、しばらく待ってたんだけど。おう、返事は少し待ってくれ。こんな可愛い子に即答で OK って言わない男が存在すると。1ヶ月くらいよね。1ヶ月返事1ヶ月待ってんの、うん、1ヶ月、うん、ケイコってほんとレアものだよね。こんな可愛くていい子、そんなに待たないって。あんまよく見えないけど、多分おっぱいもめちゃくちゃでかいぞこの子。嘘だろ。こんな可愛くていい子1ヶ月待たせるってマジ。やっと呼び出したと思ったらあれでしょ。あれって、そう、そいつケイコに何て言ったと思う。うーん、そんなの見当もつかないよ。見当もつかん。キスさせろだった。キスさせろ、バカにするのもいい加減。クズ男すぎだろ。お、マジでそういう男嫌いだわ。ありえん。俺高校3年生の頃付き合ってる女の子がいたんですけど、その女の子はね、ある日なんか男、サッカー部のめちゃくちゃイケメンな男子に呼び出されて夜の公園に行ったんですよ。でそのサッカー部の男と俺の彼女が、まあ、ベンチに座って話してたらしいんだけど、その時にその男がキスさせろって言ってきて、その夜の公園でその二人はキスをしたらしい。俺はそういう風に寝取られた経験があります。だからそういう男マジで嫌いだわ。いや、思い出してしまった。もう最悪、キモすぎ、キモすぎです。それ以来サッカー部は嫌いです。ろくに返事もしないで放っておいて、何がキスよ。本当にそれな、何がキスや、気持ち悪い。本当に終わってる。それで田中さんはどうしたの。さすがにその時は断ったけど、もう一度言われたら。もう一度言われたら、はお前、ね、その綺麗な唇を、赤くて綺麗な唇を明け渡すんか。なるほどね。ごめんね、変な相談で。絶対キスしたらダメだから。絶対幸せになれないよ、そんな。付き合う前にキスしたりそういうことしちゃったら絶対幸せになれないから。そういうわけで、やめとけ、全校の男子代表、やめとけ田中。手っ取り早く意見を述べなさい。
絶対やめとけよ。それだけはダメ。まあ、私の予想は稽古が泣かされる羽目になるってとこなんだけど。俺が止める。俺がこいつを救う。田中を救う。俺が絶対救うぞ。さあ先にキスしてやるよ、ドン。俺が先にキスしてやるよ、ドン。手紙を出してみるとかね。なんか地味ね。もっとさっくり解決する方法ないの？さっくり解決するようなら僕に聞かなくても解決するだろう。確かにそうね。でも手紙だってなんて書くのよ、うん、ちゃんと返事してくれるのを待ってますとかそういう感じは。一度告白してるんだったら しつこくしてるより間接的に言った方がいいと思うんだ。直接会ってまたキスさせろって言われても困るだろうしね。一理あるわね。うん、手紙な。どう、まあ、体を明け渡す以外だったら何でもいい。手紙でも何でもいい。ありがとう。とにかく体を渡すな。お前は絶対体を渡すな。それじゃ私は、それか俺を選んでくれ。俺を、俺がお前を幸せにする。だから頼んだ、行くな、うん、なあ薫、誰なんだその男って。さあね、私が言うことじゃないわ。誰やそいつ。殺したる。俺が殺す。それもそうだな、田中さんうまくいくといいな。そうなるように私も動くつもりよ。余計なことはするなよ。大丈夫だって、これ以上にないくらいバッチリうまくまとめるから。まあお前は男の扱いに関しては一級品だもんな。ちょっとそのキスマの男もどうにかお前がやってくれ。お前とそのキスマが付き合えばいいよ。ビッチ同士お似合いじゃないか。それじゃあこの後バイトだから。ごめん言い過ぎた。私もう行くね。ごめん頼む、ちょっと今のは言い過ぎた。すまん、ビッチとか言ってしまった。許せ。許せサスケ、また今度だ。ああ駅前のハミレスか。そうそうそう、またいつでもどうぞ。ごめんな、マジでちょっと言い過ぎたわ。母気が向いたらな。じゃあね。じゃあね、楽しかったよ。まともかく僕の役目は終わったってところかな。田中さんうまくいくといいな。のんでりのんでりしちゃった。まあ冗談ですよ、今のは軽い冗談です。気にしないでくださいね。また強制イベント来た。さてそろそろ帰るか。なんか今日強制イベントで終わったんだけど、俺に選択権はなかった。マジ？七崎さんとのルートを全然進められなかった。終わってもた。あーみゃっちゃん、ちょっとは女の子と仲良くなった？なんかね、今日仲良くなったというよりか、ちょ出会いがあったわ。いろんな女の子との新たな出会いがあったよ。なんかいろんな出会いがあったな。なんだっけ、さやちゃんとか田中さんとか可愛い女の子がたくさん出てきたな。いやさやちゃん可愛かったな。まさかビーバーがオーバーオールを着てるのにも丸太の家に住んでるのにも理由があるなんて。うん、読み直すたびにこういう発見があるか、あるからこそ人気があるんだろうな。前提でぶっ、あははは、だからっていきなりこんな展開はありえないよな。ニーニー、どうした、話聞こうか。あ、ミヤカ空いてるぞ。くそー、七崎行きたかった。いやははこの漫画本当に面白いぞ。終わったらミヤにも貸して。あれ、どうかしたのか、そんな顔して。あのさニーニー、アイちゃんに変なことしたでしょ。アイちゃん、ああ七崎のこと、うん、変なこと何もしてないけど。本当に、まあ、強いて言うならパンツ見たぐらいかな。それぐらいしかしてないけど。それがどうした、当たり前だろ。そっか。それよりそんな呼び方をするってことはもしかして二人は知り合いなのか。知り合いどころか同じクラスだよ。マジそれ、あそうなんだ。でもそれならどうして僕にそんなことを聞くんだ。アイちゃんにいきなり聞かれたの、うん、ミヤちゃんはお兄さんいるって。マジ聞かれちゃった。ミヤは普通にうんって答えたのに、ミヤ、アイちゃん微妙な顔してどっか行っちゃったんだ。ちょっと待って、ミヤさ家の中では自分のことミヤって呼んでる、外では自分のことミヤって呼ぶのに。うわーいいな、こういうのなんか心開いてくれてるというか、ミヤって呼んでる自分のこと。家の中だけの呼び方だこれ。かわいい、かわいいわ。だから絶対にニーニーが変なことをしたんだと思って。いや何もしてないけどな。いや僕は本当に何も。じゃあどうしてあんなに微
んなこと言われてもな、変なことしてないんだけどな。パンツ見たぐらいだけどな。あと覗きを現行犯で見られたぐらいかな。僕はモテるからな。うん、きっとそうに違いないよ。あれ、なんか微妙な表情。もしかしたら七咲に僕の誕生日を聞かれたりしてるんじゃないのか。してないよ。そっか。いいね、真面目に答えてよ。いや、そのごめん。あ、怒らせちゃった。もういいよ。どうしてアイちゃんの微妙な顔したの。自分で聞くから。ニーニはビーバーとイチャイチャしてればいいよ。もう。怒っちゃった。女心わかんねえ。女心マジでわからん。失敗したわ、今の選択肢も。毎回なんか選択肢失敗してる気がするわ。七咲にちょっと聞かれたからってそこまで気にすることないのに。そもそも僕は七咲に変なことなんて、てんてんてん。うん、まあいいか。それより漫画の続きを読むとしよう。OK。これで終わりか。難しいっすね。俺恋愛下手だわ。むずい。しかも今日七咲と何も話進まんかったし、出会いはたくさんあったけど、明日はうまく進めていけるといいな。まあ、とりあえず今日はいろんな出会いがあったということで、まあ焦る必要はない。クリスマスまで残り1ヶ月近くあるから大丈夫。うん、ゆっくりやっていきましょう。また毎日配信していきますのでよろしくお願いします。では本日も見てくれてありがとうございました。